おはようございます。釣り子 TV です。これボトムアップのビーブル、これね、買ったっきりね、なかなかね投げてなかったんですけども、おやおやと思うタイミングで投げてみたら、スパンとね、魚が釣れてくれたんで動画にまとめてみました。どうぞご覧ください。よし、来たぞ。ビーブル。おしゃ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 。よしゃしゃい。おお。ひく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 。ひく。ビーブルー。ああ。はい、風が吹いたらスピナーベットってことで、ビュービューなんで。ビーブル引いてみたら、低いサイズのバスが取れましたよ。いやー。結構ね、ちょっとしか投げてないんだけど、当たりがすごいあるね。時間かけて投げたらものすごい釣れそうだけど、もうそろそろお手終わりの時間なんで逃がして帰りたいと思います。よいしょ、ありがとう。で、タックルはこんな感じで、ビーブルにグラビアスの 6.6 のギアと赤い竿です。はい、というわけでね、風が当たったらスピナーベイトってね、なんか前からよく聞きますけども、本当かいなと思ってね、あんまりね、実感してなかったんですけども、今回、これね、すごい風当たり面の、まあなんか島みたいなところで投げてみたところ、結構ね、速攻当たりが出だして、それでもって魚が釣れてくれたっていうことで、いやー、これね、なんか、ちょっとここのスプリットリングが開きかけちゃってるけど、なんかね、ほんとね、使いやすかったですね。これがね、なんだろう、小気味いいんですよね。この軽やかなブレードが、ブリ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 って動いてくれてる感じと、どうなんですかね、このね、特殊なブレードがついていることによって、ちょっと横揺れ、プラスブレードの振動とかね、いろいろ複合的な、ね、バイブレーションになるよっていうことなんですけども、まあこの最近ね、ダイソーの100円のスピナーベイトなんかもお気に入りで使ってるんで、そこら辺と比べるとやっぱりこの信頼のね、ピンシャンの針が積んであるとか、あとはね、このコンパクトシルエットでしっかりと動ききってくれるっていう感じが非常に使いやすかったなと思いまして、で今回ですね、これ非常に連チャンしてくれるんですよね。その後ちょっとね、データの方がね、うまく入ってなくて、全部まとめてね、また、動画にできればななんていう風に思うんですけど、取り急ぎね、これ、魚釣れたよっていうことで、まずはね、こう1匹釣れましたよっていう動画で上げてみたんですけども、あ、これはちょっと複数個まだね、釣り具屋さんとかにも並んでますからね、なくならないうちにもう何個か、追加で購入しようかな。何にしても、あ、なんか巻いてる時の手元に来る振動がほんと気持ちや、これ釣れそうだな、釣れそうだな、おー来たよみたいなね、そんな感じだったんで、まあそういうつもりで買ったんですけど、実際魚釣り上げてみると釣ってびっくりっていう、あー、これいい感じたんで、まあちょっと動画にまとめてみました。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ボトムアップのビーブル、これでね、いいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。